どうも、大りがとうごす。今週の動画はね、めちゃくちゃ短くなってるかと思います。この動画見終わったら、やることがある方はね、先にやることやってからで構わないから、みんなの心にさ、ちょっと栄養、エネルギーを与えに行ってください。それがアニメなのか、まあ、漫画でもいいし、ゲームでもいいし、歌でもいいよね。好きな人のライブ映像を見たりとか、YouTuber さんのね、動画見たりとかでも構わないから、好きなことしてリフレッシュしてください。俺が伝えたいのはもう一言だけです。みんなよく頑張った。それだけよ、よく頑張った。多分6月のこの末ね、 すっげえ自己嫌悪になっている方多いと思うよ。もうダラダラしちゃったりや、なんかうまくいかなかったりダメだったって。でもさ、5月のゴールデンウィーク終わってからさ、フル稼働よ。フル稼働その3連休とかないフル稼働の約6週間、7週間をさ、乗り切ったんだよ。振り返ったらもちろんさ、うまくいかなかった日だってあるよ。あるさ、それや。いいんだって。それでも、ここまで踏ん張って生きてきたんだよ。もう拍手なの、それでめっちゃ頑張ったから。だから、もういろんなこと振り返って反省はしてもいいわ。反省もしてもいいんだけど、でも、 よく頑張ったなって、その一面もあるなって、そこをめちゃくちゃ大事にして、その一言、もうよく頑張ったなっていう一言で全部済ませて7月を迎えよう。7月に引っ張っちゃダメ。夏休みもあるし、今3連休もあるんだけど、3連休来て夏休み来るから、そこを自分の自己嫌悪とか、自分なんてダメなんじゃねえかって、それで引っ張られたくない。切り替えよう。いいかい だからもし、今さ、6月の最終週に投稿してるから、7月に入る前に見てくれてる方は、そのリフレッシュした後に1個だけやってほしい、それは7月、もっと言うと夏休みも含めてこの2か月間の目標立てよう、目標、これをやるぞって、それをやれたらもちやってほしいんだけど、まずはお疲れ様って、俺よく頑張ったなって、私よく頑張ったなって、それ、俺がいったん言いたかった、そのために一応動画撮りました。 今回はね、なんかその伝える、伝えれば伝えるは伝えてるんだけど、なんかその勉強法とかそういう話ではないんですが、どうしてもね、この絶対も病んでる方が多いだろうなって思うこの週だったんで、この一言を言いたくて喋らせてもらいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、また来週っていうか、来週は普通に何かポイントか分からない、7月のポイントかな、喋っていくと思いますんで、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間、ラストね、1週間、お互い頑張っていきましょう。それじゃ、またね。バイバイ。